Hello everyone, good to see you, good. Bonjour, buonasera, signori, signora, signorita.僕をついていきたかったら問題5つ出すから3問以上正解しなきゃダメ。ダメ？難しい。1問目、歴代東京都知事を全員答えよ。わかんない、はい、あんた東京都出身じゃないよ。何県出身？見上げる青空、風は光る、風よりも高く響く我らの歌、はい、心の絆を常に確かめ合いながら、友よ讃えてゆこう、誠実と愛の旗、ここ千葉の町に、ああ緑は溢れる、我が母なる高校を守れよ、とはに。どこの高校の校歌だ？絵じゃないよ。千葉県出身なら誰でも知ってるよ。統括ってどこ？統括？違うよ。違う。だからこれ西船橋でこの問題出した時に市立船橋って答えたやつもいたけどさ、なんで高校千葉の町にって歌ってんのに県船なのに市船が出てくんのって。高校千葉の町に、ああ緑は溢れる、千葉高校。もうダメだね。千葉経済大学附属高校の校歌。違いますけど。違うけど覚えてんの。2問目、千葉経済大学附属高校は2003年の夏どこまで勝ち、じゃあ2004年の夏どこまで勝ち進んだでしょう。千葉経済大学附属、2004年の夏の甲子園、どこまで勝ち進んだでしょう。2問目だけ正解。3問目、メジャーリーガーと3回戦で当たってますが、そのメジャーリーガーは誰？メジャーリーガー？はい、3回戦の対戦相手は東北高校のメジャーリーガーだった。分かんない、詳しくない。ダルビッシュ、残念。3問目も残念。4問目、柏レイソルが1試合に取った最高得点13。次、千葉県が夏の甲子園で優勝したのは何年と何年？2004年。残念、昭和に。今2004年ベスト4って正解できたのに、どうして2004年が出てくるの？ベスト4って正解したのに。昭和49年と50年。銚子商業が昭和49年で、50年が習志野高校。3問間違えたからゲームオーバー、はい。今回3問不正解に持ち込みました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。